とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー縛りプレイやっていきます。初期装備のまんまクリアしてみましょう。今シーズンはね、いける気がする。エンチャントがいいもん。エンチャントがものすごくいいので、多分やりやすいとは思います。では、まあ、行きましょう。まあね、この武器に追い打ちがついてるし、防具には霊気がついてるか。なんで、だいぶね、やりやすいとは思う。よっしゃ。あいつら。お、ちょっと待って、やたら出るな。矢が2個出た。珍しい。でも多分そんな、使わないんだよね。テンポセットは一応ついてんだけどね。種だな、ここは。いきましょう。テンポセット付きで、使いやすい。まあ、初期弓ではあるんだけどね。どうだろうな。おー、いいね。じゃあ一応ね、矢はそんな使うこともないかもしれないけど、集めてはいきましょう。しゃ、いいよ。まあまあ、まだ序盤すぎるからね、なんとも言えないんだけども。はい、おしまーい。まだ全然余裕。すらもちろんか。で、こういうね。防具を早めに入れた方がいいか。霊気を。霊気早めの方がいいような気もするね。最初の商人では、まあまあ防具をあげるよね。最初の商人は防具はもう確定で、で、次は武器上げないとダメだね。そうかそうか。あ、じゃあ今シーズンどうだ。意外と難しいか。あー、いけなかった。行きたかったけど。よっしゃ。はい、おしまい。そうか、敵にね、ダメージを与える手段がちょっと少ないかもしんないね。パワーシェイカーがないのよね。まあ、いけるか。パワーシェイカーなしでも大丈夫か。結構序盤にね、パワーシェイカーが来てくれれば倒しやすいのよ。でも、まあ、ないので、アップドラフトとかそういうやつか。で、ダメージを与えていければ、いいかな。うん、霊気いいね、やっぱりね。霊気強いわ。この縛りプレイにおいては、すごくいいと思う。はい、4回クリア。次いいかな。そうね、霊気から入れていこう。危ね。はいはい。まだ確か、種でワンパン。おー、もったいない。ワンパンで倒せるよね。あ、じゃあ倒せてないわ。もうワンパンじゃないんだ。でも大丈夫ね。おお、追い打ちさん入れないとクリーパーが若干硬い。よし。でもまあ若干ですね。よし、終わり。
公開終了。一応持っていこうか。一応ね、火力にはなるので持っていきましょう。っていうのが なかなかきつくなりそうだけども、いいか、そうね、まず霊気入れようか。うん、まずは、うん、ちょっと霊気から入れていきましょうか。あ、いや、これ結構あれだぞ。ちょっと待て待て、あぶね、あぶね、ボンクラブないと結構きついね。あぶね、あー、もうちょっと待って、リッチがすっげえうざい。なるほど、ボーンクラブにだいぶ助けられてたな。よし、うん、弓でこう戦っていった方がいいわ。いや、きついきつい。よし、ちょっと引き打ちでいきましょう。おーい、うっとうしいな、こいつ。いや、もう倒せないんかい。よし、終わり。あ、もう終わりだね。いやー、きついわ。まあまあ、そうだね、うん、縛りプレイなんだから、それは仕方ない。そんなところにいるのかい。はい、7回クリア。うわー、きついぞいやー、きつい。エリクサーです。で、ユニークで、まあ、もう防具上げないともうどうしようもないからね、やられちゃしょうがないので。で、防具は完成。反逆者の霊気さん、いいんじゃない。こっから、まあ、うんうん。力のポーションありゃ、ある程度大丈夫だ。ここも敵がね、結構多いんだけど、大丈夫ね。よし、いいね。よし、 OK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 。 まあ、運だけど力のポーション出てくれればいける。あー、テンポシフトの方が良かったかな。まあいいか、いきます。うん、 OK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 。 ちょっと待ってよ、まずは落とすから。よし、ちょっと待て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 よ。おしろ、オッケー、オッケー、いけるでしょう。いや、きついな、これきついぞ。よし、オッケーオッケー。うん、まあ、これならいける。2発ずつね、2
2発ずつ弓を当てる。 OK よし、 OK、 もう勝った。よし、なんとかボスいけた。でもなんかね、火力、あーよしよし、こういう火力をちょっとずつ入れていこう。地雷、うん、でも地雷かアップドラフトの方が欲しいんだけど。よし、オッケー、オッケー、よし、そうかそうか、蜂もついてないんだよね。まあ、バジネストが途中であるんで、それで頑張ろう。愛のメダルもまだ結構先なんだよね。愛のメダルが早めに来てくれたら嬉しいけど、まだだよな。あー、見つかった。はい、来い、はい、来い、来い、来い、よし、よし、ナイス、終わり。はい、11回クリア。いや、これね、18回ぐらいまで初期武器っていうのがなかなか厳しいのよ。もうね、弱体化のドラが欲しいけども、もうここはアップドラフトよ。うん、アップドラフトじゃないと戦えない。まあ、テンポセフトだろうね。いやー、これか。あー、でもまあ影化してアップドラフトとか使っていければまあ勝てるか。 OK、OK、まあ、戦い方次第、ここからは。おーい、結構きついぞ。よし、オーケー。テンポメイト1であそこまで意味ないか。いやいや、意味あるんだ、1でいいんだ。オーケー、よし、終わりだ。何も取れないね。なんとかこのね、反逆者の攻撃速度アップに助けられてます。あー、落ちちゃった。いけ。あとこのパワーポーションね、まあ、思いっきり運になるんだけども、パワーポーションが出てきてくれれば結構楽。よし、OK、いいね。おお、2発でいける、2発でいけるのがラッキーだよ。よし、下側全部、よし、ちょっと待って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 、ちょっと鬱陶しいよ。でも終わりか。よっしゃ、やば、結構出るな。いやー、出るな。あー、もうどい。はい、13回。おお、そろそろ折り返し。あっ、釣り、うーん、いやいや、これないときついぞ。釣り竿ないときついって。悩む。こっちだ。うん、あのね、影に助けられる気がするのよ。あ、ちょっと待って、入れ替えときます。で、連打できるようにね。でもね、このね、火力が乏しい縛りプレイでは絶対欲しいのよ。よし、
あー、行った。オッケー。まだいるんかい。いいね。では取り行きまーす。で、アップのラストで、いや、まあまあ、ああ、大体終わったわ。それで、やられないようにね、気をつけないとね。危ねえからね。よし。はい、次。ここでゴーレム取るっていうのね、絶対ありなのよ。いいんだよ、絶対ね。でも、今回は召喚はやめときます。でもアップドラフトもうないよね。でもまあまあ倒していけれるんで大丈夫でしょう。おお、もう連打じゃ倒せない。ちょっと待って、 OK ナイス。これがあるといける。よし、あ、ちょっと待って、エンチャテンポセット。いけ、まあいけるか。手裏剣もいいかなと思うけどね。なしで。よし、もう全部フルエンジャー完了。よし。ああ、もう、ああ、最悪だあいつ。いざとなった時のためのやつをちょっと取っとこう。もう欲しいって。よし、 OK。 あ、思いっきり食らったか。よし、 OKOKOK。よし、いいんじゃない。もうエンチャンターのところにも待機しとこう。いいね、うっといのおらんね。おらんな。よし、いけ。いやー、やられたのちょっと悔しいな。5000、いやいや、これ絶対このままだわ。いきます。まず、うん、倒そう。倒していこう、確実にさ。いや、これですらもうあんまり倒せなくなってる。じゃあ、 OK。 お前だ、遅いのは。よし、高 HP のやつきつい。よし、じゃあ取ってきます。では行きましょうか。いや、影意味なかったわ。終わりだ。あれ、いや、なくなった。いや、なくなったね。まあいいか。商人次。あ、よかった。よし、これで。あー、でもね、いやいや、武器あげないともう倒せないもん。できれば防具の方がね、欲しいちゃ欲しいんだけど、倒せないなら意味がない。いや、きついぞきついぞ、絶対きついぞ。よし、 OKOK。 いや、これもうむしろね、釣りざおないと無理だよ。うん、釣りざおなし、これ無理だ。きつすぎる。待てよ。おーい、
やり上がるわ。よし、天候セットをなんとか使ってね。いけ、うん、倒せるね、倒せるね。いいよ、終わりじゃない。よし、19回おしまい。で、ボスだ。いい、いい、いい、いいね。うん、いいや、いきます。ここもきつそうだな。いくぞ。ねえ、いきます。いけ、よし、オッケー。おい、ちょっと待って、届くんかいそれ。危ない危ない、待て待て待て、あーもう出すなって、ザコを出すな。オッケー、行くぞ。よし、まあ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 、いけるでしょうよ。なし、ちょっとアップドラフトに変わるやつが欲しい。アップドラフトじゃない火力、いや待って、パワーシェイカーがそろそろか。いや違う、パワーシェイカーは26回だ。26回報酬か、長えな。ちょっと待って、もう弓じゃ倒せない。まあまあ、足を遅くするっていうことで使えばいい。 OK、 21、21、いやまだまだまだだな。 OK、 いっていい。もう出ないかな、出ないっぽいね。いくぞ。よし、外した。どうだ。いや、もうワンパンじゃないんだ、もうワンパンじゃ倒せないんだ。でもまあまあいけるね。愛のメダル、いや、愛のメダル絶対いるぞ。うん、こうだ。エリクサーのカバンも、まあ欲しいのよ。うん、パワーポーションがどうしてもね、火力上げには必要。よし、でね、もう防具が弱いからさ、あんまりダメージ受けるわけにはいかないんで。いけ、もうここでゴリゴリ食らうわけにはいきません。もうもうこのまま行こう。よし、 OK、 いいんじゃない。減った、いや、あんまり減ってねえな。よーし、これここであんまり減るわけにはいかない。よし、 OK、 おお、ちょっと待って、減る、むちゃくちゃ減るじゃん。ちょっと待って、驚くほど減るぞ。このね、毒ダメージがもう即死レベルで痛い。ああ、いたんかい。はい、ということで22回これでおしまいですね。もう少しだ、頑張っていこう。あー、蜂も出せない、ここはきついぞ。まああんまり奥に行かないようにしようか。手前で戦えばまあまあまだ戦えると思います。よし、 OK、 うん、で、あ、霊気ね、霊気、霊気、霊気はものすごくいいわ。よし、ナイス。リーパーの処理がどうしたもんかなと思ったけども、うん、いける、霊気もあるし、なんとでもなったね。はい、23回クリア。
や今さらハーベスターだよね。最初から貯めてればいいけども、まあそもそも愛のメダルあるからいらない。なんとかなるっしょ。でも途中でね2回やられたっていうのはちょっと痛い、かなり痛いよ。ナイス、よしよし。もう釣り竿ないと無理だ。釣り竿ないとまあ倒せないね。よし、でも釣り竿なしでクリアする人もまあいるかもね。よし、でも相当難しいと思う。OK、 使っとけ。もう少しちょっと待って、ここでエンチャンターが結構出るから要注意ね。よっしゃ、終わり。まだいるの？お前か。はい、24回おしまい。次でーす。ないね、何も。エンチャンターの書あった？まあまあどっかにあったかもしれないよ。よし、あぶねー。ザコどもには極力愛のメダル使わないようにしよう。はい、おっと、いや、やっぱ減るな、減るぞ。ナイス、ナイス、ナイス。ここ敵多いのよね、確かね。やばいやばい、危ない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 。おお、食らったけど。きついぞ。まだまだ。ここでいいや。あそこがきつい。いけ。よーし、いけた。あの塊を倒せたのはでかい。あぶねー。はい、25回終了。あ、ここでエンチャンターの書か。あーな、これゴーレムビルド無理だな、縛りプレイだったら。普通だったらまあまあいけるかもね。おお、あぶりの愛のメダル。ここは愛のメダルだわ、間違いない。で、ナイス。ちょっと取るの早かったか。まあいいとしましょう。もう少しね、粘れば商人つくから、なんとかそこまで耐えたい。よし、じゃない。ああ、あぶねえ。よし、いいね、いけ、いいんじゃないの。ああタワーガードを愛のメダルかけたかと思いきや、そうじゃなかった、雲だった。雲も攻撃速度速いからいいよね。ここボスのことも考えるとパワーシェイカーだわ。いやでもな、悩む。ザ、うん、もうこっちだ。ここがきつくなるけども、これでいく。あ、うん、いいね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 。影のブリューが出るかどうかで変わると思ってたけども、出てきてくれた、ありがたい。影のブリューがあれば
けるね。やばい、危ねえ危ねえ危ねえよ。あー、効く効く効く、めちゃくちゃダメージある。ちょっと待って、おいおいおい、お前それ卑怯だぞ。よし、危ねえ、危ない危ない危ない。よし、待てよ待てよ、危ねえ。オッケー、とりあえずめんどくさいやつは処理できた。よし、クリア。愛のメダルが絶対いいかなと思うんだけど、まあまあまあ、ボスのことも考えてこっちでいきます。いや、もうこれはいったと思うよ。いけた、これはもういけた。何がついた？お、雪1、いいね、雪玉、素晴らしいのがついてくれた。まあ1だけどね。あー、落ちちゃった。落ちるかなと思いきや、やっぱり落ちたか。よし、あー、もう2回ダメージだよね。あ、もうぶっ通しすぎ。あー、よし、オッケー、とりあえず風使いを倒しに行こう。あ、ミスった、うわ、最悪最悪だわ。ちょっと、もうちょいちょいちょい、ちょっと待って待って待って、もう普通の装備で来るとここまで鬱陶しいか。よし、テンポテンポ当てて、多いな。よっしゃ、お前たちだよ鬱陶しいのは。よっしゃ、いける、いやいやいや、ここは鬱陶しかったな。愛のメダルがあれば、いや全然いけたと思うのよ。でもボス用にね、この装備は欲しいよ。パワー、よし、これはいった、これはもういけた。いきます。嘘、あぶねえ、若干残ったからびっくりしたけど、いやー、倒せないもんだね、これ。いけ、終わりー。はい、では初期装備のまんまの縛りプレイクリアです。いや、きつかったね、なかなか。でもいつもよりも楽だったかもしんないよ。きたー、おー、うん、おお、3がついてる、3がついてる。これ良くないような気がするな。無謀とかじゃないの？いや、この前も無謀出たぞ。あー、雷フォーカスがダメ。帯電だったらいいんだけどね、雷フォーカスなんだよね。惜しい。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。